うさぎ放送局アフタヌーンエクスプレス。コレクションじっくり編。
動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんにちは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は 7200K は多い、坂出駅に到着発車をする 7200K の普通列車ホタフィラ行きを撮影しました。編成動画もありということで、今回は、またまたね 7200K の、動画です。と言ってもまあまあ直近ではちょっと前かな、はい、連続はしてないですけどもね、はい、ということで 7200K の動画なんですけれども、まあ本当にね 7200K は多いということで、もう最近はもうね、四国に行ったら 7200K かマリンかぐらいしかね撮ってないような気が、まあ そんなことはないんですけれど、うん、ぐらいねたくさん撮っておりますけれども、はい、これはまあね、マリンがね増えるのは境出からね高松の間だけなので、また多度津の方とかに行けばね、マリン以外の列車もね撮影できるかなと思うんですけれど、でもそれでも 7200K はね多いですからね。 7200K がやっぱり四国に行くと、まあ、香川に行くとね、たくさんね撮影できるというか、撮影しちゃうというかね、はい、まあまあそんな感じで、今回は琴平行き、ワンマン対応車でしたね。でも車掌さんは乗務されていましたね。で今回は編成動画として後ろから一番前に向かってね歩いていきましたけれども、まあ今回はまあそうですね、3両編成ではなく2両編成だったので、他のね 7000K が連結してない純粋の 7200K だけのね、列車でしたね。でまあ最初そうですね、入線するときにちょうどここは以前ね別の動画で出しておりますけれども、 7000K の普通列車高松行きですね、こちらが発車していったと同時に、まあ、すれ違いでね 7200K が入ってきたということで、 7000K のね発車シーンもね入れておきましたけれども、やっぱり 7000K はね VVVF もいいですね。うん、7200K の動画だっていうのね、はい、という形で、まあ、7200K もまあいいんですけれどもね、うん、音をね、はい。で今回は2番線に到着して、で動画はねには入れなかったんですけれど、こちら以前の動画にもうすでに出してるから入れなかったんですけれど、うさぎ放送局、ここで、快速3ポート号の退避をしてから発車していったということで、まあ、快速3ポート号ここから各駅停車なんで、まあ、退避してもね意味がないっていう前々からね言ってるやつなんですけれど、はい、そんな感じで退避をするために2番乗り場にね入ってきたという感じで、はい、まあ、そんな感じで今回は 7200K の動画だったんですけれども、そうですね、 7200K の動画、先ほども言ったように四国のね香川県に行くといっぱい撮影できるんですけれど、どうですかね、皆さん飽きますかね。 115K とかと違って 7200K バリエーションそんなにないですしね、まあワンマン対応車とワンマン非対応車、まああとまあでもね 7000K が連結されたらね、まあ、またバリエーションが増えるかなとは思うんですけれども、はい、まあ、今回 7200K の動画ねだったんですけれど、また他にもね 7200K じゃないね四国の列車の動画も撮影して公開していきますので、他の列車のね動画もね見たい方、ぜひねチャンネル登録して他の動画も見ていただいて、またね動画出るのを待ってください。はい、で今回の動画良かったなとね思っていただけましたら、高評価グッドボタン押していただけると嬉しいです。まあちょっとね 7200K ばっかりでねうんざりだってね、うん、あまり良くないわってね思われましたら、まあ、低評価を押していただいても構いませんので、はい、よろしくお願いします。ちなみに 7200K がいっぱいすぎるからね、もう出すなって言われても出しますからね。 7200K はねいっぱい取れるんで、もう取れたら出しますから、はい、言っておきます。もちろん他のね列車も出していきます。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。